いやそれは無理やろ。カードもない。オッケー、溶ける溶ける溶ける。マジか、デストルーパーを溶かしたぞ今。あと今意味だもんな。オッケー。タイマンで勝てるんだよ、カードが揃ってれば。じゃあホスでも使ってみようか。これです、これ DC15LE のボムショつけてます。いや普通に強い。リモート爆弾の使い道も、リモート爆弾使うぐらいならバラージ使った方がいいかな。装備を確認して突入しろ。反乱軍は撤退に備えているが、防衛さあ足の速い奴らが何人おる。敵勢力を全て無力化しろ。シールドの耐久値がわからん。ちょっと撤退。あ、言っちゃ OK。 奥にいましたね。ふぅ、そいつからも撃たれてたのがやばかった。作戦はどうなってる？入院までの時間が長い。それよ。まあ強いからね、わかるんだけど言ってること。遠距離は正直あんまり相手しない方がいいかもしんない。やべ、シールド剥がされとる。待って待って、助けて助けて、味方助けて。おわ、これ敵か。あぶねえ。こっちから行けるんだっけ。強いよこの火力よ。おかしいだろ。ついや頭おかしい火力してるわ。やべ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 。順調な範囲広くじゃないですか。いやボム所の範囲でかいですね。でかいっすね、強いっすね。ボム所の範囲が広いからね、自分でダメージも食らってしまう危険性もあるんだけど。流し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 。裏取られてるの。我々だ。この状況を生かせ。シールドもある。シールドがあるかどうかを確認して突っ込むかどうかを決めなければいけない。ナイス。ナイスラドリー。ランドに来てるって。これでは無理だ。戦術を切り替えろ。ちょっと待って、ぶっ壊れかもしんない。無理、後ろもいた。確かにセントリー以外見ることないですね。いや強いっすね。ちょっとぶっ壊れかもしれないですね、このヘビ。特に狭いマップとかだともう近距離最強なんで、ありだね。ローリングしても逃がさないこのボム所の力。どこ、右か。完全に真ん中に突っ立ってしまう状況だったね。これがちょっとあれだね、シールドがある安心感によるタイマンプレイってやつや。使ってみる。よえマジでよえセントリーセントリーはクソだった。当てたね、ダメージ。いや、ローリングしてるやつにダメージを与えれることができるなんて。いや、強いっすね。とにかく強い。
N224 に当てられたね今。かなり減ったが、まだまだ士気は失っていない。いや本当だよ、強いね、ぶっ壊れですよ。なんだこれはって言える。すんよいけど、待って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 。挟まりすぎ。いや動けなくなるのがね、ブラウグの時よりもちょっとあれかなっていう感じだけどね。でも強いっすね。大武器と言っていいんじゃなかろうか。うわへ、今度ヘビー使ってみよう。ヘビー今日ちょっと久しぶりに使ってみたんだけど強いっすね。驚きだ、驚きました。いやボム車の火力が強いんだよね。2人溶かせる火力よ。ああもうね、アサルトに対しては最強ですね。正面で絶対に負ける気がしない。バラージやばい、やべ、もう一個ある。いやーブラーグボム症、いや使ったことないんで分かんないですけどね、ブラーグのボム症の威力も戻ったのかもですね。やっぱりでしょ。いやーもう無理。アンパンマンさんもどうも、コンドラスレシャイ、明日テスト、今日テスト頑張ってください。テスト応援してますよ。いやーちょっと待って、ボム症、これ相手も文書使ってることを考えて、なんかダメージ計算しながら立ち回らなきゃダメですね。やばいし、やばいし、腹バレたら。フォークはありえない、反乱軍を撃て。無理、左側から来てたね前の敵。シールド使えるのが強すぎる。それよ、とにかくシールド使えるのがほんま強いっすね。シールドの耐久値が結構あるんですよね。これあかんね、残り5ポイント差、4ポイント差。やばい死んだこれ、無理や。味方が来てくれて助かった。ボム射適当に撃って当たる。すみよ。3ポイント差は、ちょっと待って、リロードが長いのが弱点。あー負けたか。いやー耐久値ありますもんね、40キル。ヘビー強い、40ですよヘビーだけで。まあ試合は負けたけどね、4ポイント差、いい接戦だったけど、40キルできるんですよ。